タオル持ってる方は振ります。準備お願いします。ピンクのタオルじゃなくても大丈夫です。お願いします。いきますよ。Yeah.
い、安城七夕祭りにお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちワンツースリーフォックスピンクホークスです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは自己紹介いきたいと思います。はい、ゆうです。お願いします。はい、みかんです。よろしくお願いします。はい、ノイです。よろしくお願いします。ノイ。はい、この6人で活動しています。よろしくお願いします。お願いします。はい、ピンクホックスのイベント情報を告知させてください。8月19日土曜日に、あー、金曜日です。アイモール三好でイベントがあります。はい、そして8月20日、クラブサルさんでロスアミーゴ、午後に、三好イージャー祭りに参加させていただきます。はい、はい、はいはい、そして8月28日に、私響の卒業ライブが刈谷市のカノンというライブハウスであります。はい、ぜひよかったら足を運んでください。お願いします。お願いします。はい、そしてピンクホックスからお知らせがあります。はい、ピンクホックスはただいま第4期生を募集しています。イエーイ。はい、ダンスと歌とピンクホックスが大好きな女の子、はい、15歳から23歳までの女の子、よかったらぜひぜひ応募してください。お願いします。女の子です。9月30日までだから早めにね。はい、待ってるよ。お願いします。はい、そして、私たち、この後2曲披露するんですが、最後に披露する、Find the Way という曲が、カラオケ配信されています。イエーイ。はい、そちら、ラリー企画となっておりまして、1位になるといろいろな特典ついてきますので、はい、私たち、コンピレーション CD を、物販などで売っているので、そちら買って、いっぱい聴いていっぱい歌ってくれると嬉しいなと思います。ぜひお願いします。はい、それでは次の曲いきたいと思います。はい、それでは聴いてください。思い出キラリ。勇気をくれる宝
ある感じ。まあ、これぐらい言わんとね。ね。ラスト一曲盛り上がっていくよ。ありますのでぜひぜひ遊びに来てください。それでは私たちワンツースリーフォックスピンクフォックスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後も楽しみにしてください。ありがとうございます。
響きちゃん響き